チを2回やってて、それ2回とも私が勝ってるんですけど、道場マッチでタッグマッチして最後自分で伊吹を倒したことがなくて、タッグマッチでもしっかり最後自分で伊吹を倒したいと思います。コールデンホールなんだけど、伊吹とカレンを何かしらの形で絡める試合にしようかなと思ってます。伊吹とは14歳ではない年だけど、伊吹との差をそこで見せつけてやります。その差以上に見せつけてやりたいと思います。手応えはあったし、まあ、ノリに苦戦してるようじゃ茜さんとくるみさんには勝てないので、でも後輩だからといって舐めてたら今日みたいに負けてしまうので、そこら辺も気を引き締めて頑張ります。私としてはやっぱり後楽園の前哨戦を控えた舞香先輩から勝ちを取りに行きたかったです。後楽園ホールはレジェンドの世良先輩にご指名をいただいたので、今日からしっかりと勝ち続けて、これからも勝ち続けて後楽園に向かっていきたいと思います。ありがとうございました。
とにかく肉を食べる日、とにかく肉を叩く日、ハムさんのお腹をもてあそぶ余裕が私にはありますんで。アジュレボが結成、正式に結成してから初めてラブチャとやります。その前に生誕祭ね、セラさんの生誕祭、2015年にやったセラさんの生誕祭で私タッグパートナーに選んでもらってラブチャと対戦してるんですけど、その2週間後ぐらいに正式に結成したんですよ、私たち。だから多分セラさんの中で私と組んでラブッチャとやることが何かあったからそのカードを組んだんだろうなと思うし、そのカードがあったからアジュレボの結成に至ったんじゃないかなっていうふうに私は思ってるので、多分ラブッチャとの対戦は必然だろうし、そのラブッチャを倒してアイスリボンのタッグのトップに立ちたいっていうふうに思ってます。セラさんはシングルとタッグの2冠になって、私はその日アイスリボンのタッグベルトを巻いて、夜分隊でオズのタッグベルトを巻いて2人とも2冠になりたいと思っています。29日、アジュレボの応援をよろしくお願いします。他団体参戦メンバーをご紹介させていただきます。初参戦です、アイスリボン初参戦、アクトレスガールズから牧夏美選手、そして本間大選手、はい、この2名が参戦決定となります。キリ、どうした？その2人と対戦させてください。いい？分かった、いいよ、お願いします。